いやよ、なんで始まったばかりの夏休みあんたに捧げなきゃいけないのよ。そこをなんとか。何よ。ねえケイト、待ってってば。ごめんね。ねえケイト、な、何あいつら嫌な感じ。隣の駅のお嬢様学校だっけ。お嬢様だからって人を見下していいわけ。あんたが土下座なんかしてるからでしょ。マリナ、話くらい聞いてあげれば。のん、陽子ちゃんが買ってくれたアイス美味しいもんね。とりあえず女の子が地べたになんて座っちゃダメ、うん、はい陽子ちゃん立って。アイス美味しいね。あーもう、さすが私たちの天使。で、じゃあどうして私がバイトなんてしなきゃいけないの。それが実は昨日。